ロバート・カークマンは、アメリカの漫画家、実業家。ザ・ウォーキング・デッド、インビンシブル、アルティメット、X ・エックス・メン、マーベル・ゾンビーズなどの作品で知られるほか、トット・マク・ファーレンと共に、コーンとも描いた。イメージコミックの5人のパートナーのうちの1人であり、唯一同社の共同設立者ではない人物である。2000年、スーパーヒーローパロディコミック、バトル・ポープを、 自費出版してコミック界にデビューした。2003年、ムーアと共にグラフィックノベル、ザ・ウォーキング・レッドの出版を開始した。ムーアは締め切りに苦労して交板し、第7号より、チャーリー・アドラードに変わった。同年、カークマンとコリー・ウォーカーは、イメージコミックで新たなヒーロー作品、インビンシブルを創造した。後に、締め切りの遅れのために、ウォーカーは交板し、 ライアン・オットリーに変わった。2005年にパラマウント映画が映画化権を獲得し、カークマンを脚本家として雇ったが、未だ実現に至っていない。カークマンは1990年代のスリープウォーカーを復活させるためにマーベルコミックに雇われたが、シリーズの出版は中止された。その第1話のみ、エピックアンソロジー第1号に収録された。2010年、 プロデューサーのデビッド・アルパートと共にコミックを含む隠しマルチメディアのパブリッシングを行うスコヨーバウンドエンターテイメントを創立しカーアークマンは会長に就任同年ザ・ウォーキング・デッドはテレビドラマ化されパイロット版はフランク・ダラボンが監督したカーアークマンは第1シーズン第4話弱肉強食など数回脚本を書いている2016年にアウトキャストが テレビドラマ化され、カークマンは数回脚本を書いている。カークマンは現在ケンタッキー州に住んでいる。息子には、スパイダーマンの本名にちなんで、ピーター・パーカー・カークマンと名付けている。すべてカークマンの会社であるファンク・オートロにより、出版。ありがとうございます。